町の中を縦横に川が流れ、いくつもの島で構成された水の都徳島市。それを実感できるのが市内中心部に位置する新町川と助藤川に囲まれた、その形からひょうたん島と呼ばれる中州を一周する遊覧船、ひょうたん島クルーズです。いくつもの橋をくぐり、美しく整備された川岸の公園やヨットハーバーなど、川から眺める街にはまた新しい発見があります。船の上でどんどん変わっていく風景の中で、水際に作られた公園の多さに驚くことでしょう。水の都徳島のゆったりとした暮らしが見えてくるようです。そしてパンフレットに書いてあることがつきました。近所のおっさんも DIY を始めました。トンカチの音が入っていないかものすごく心配です。あとは景色でも見といてください。はい、ということで終わった？終わりましたよね。音声吹き込んでる時に近所のおっちゃんが家の前で机作り出してもてね、これは非常にトントン言ってるなと、思ったので撮れなかったんでね、途中でやめましたけど、これめちゃくちゃ面白いんで皆さんぜひ行ってみてください。ありがとうございました。